はい、皆さん、おはようございます。Good morning, everyone. Can you hear me well? 皆さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。Bonjour. サルト。なんて読むのこれ。サルート?ハルト? How can I say? ボンジュール、フランス語かな?ジョーさん、タカさん、こんにちは。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。動物の森をやりながら日本語を勉強したいと思います。 If you have any question about Japanese, please feel free to comment.もし何か質問があればね、気軽にコメントしてください。声大丈夫ですかね？大きかったり小さかったりしたら教えてください。皆さん、おはようございます。ただいまのアース島の時刻は2021年1月27日水曜日午前7時です。1月27日水曜日午前7時です。では本日のお知らせです。近頃この辺りの島に出所不明の美術品を売りさばく怪しい人物が出没しているとのことです。近頃っていうのは recently ですね。近頃 hang on please 近頃近頃は recently ですね。この辺りの島、This island around here 出所不明の美術品怪しい、なんだろう、怪しいアートかな。美術品 is art 出所不明、怪しいってなんて言うんだろうな。ちょっと待って、怪しいサスピシャス、合ってるかな。疑わしい、ダウトフル、なんていうのがいいのかな。出所不明の美術品って偽物ってことだよね。多分偽物の美術品を売りさばく、売っている怪しい人物が出没しているとのことです。危ない目に遭った方はいないそうですが、皆さんもお気をつけください。それでは本日も良い一日をお過ごしください。偽物を売ってる詐欺師だね、多分。詐欺ってなんて言うんだっけな、忘れちゃった。詐欺、この前覚えたのにな。詐欺、スキャム、詐欺はスキャムですね。詐欺、スキャム、スキャン、ね、スマホが鳴っている。はい、もしもし、こちらはたぬき商店のつぶ吉です。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金16,292ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。なんかメールが届いていますね。堂々エアラインズ、感謝の気持ちとしてオリジナルグッズを贈呈させていただきます。堂々エアラインズ、海賊、パイレーツ、アース島では手伝ってもらって助かったぜ。はい、ありがとうございました。タカさん、こんにちは。ジョーさんですね。アヤコさん、おはようございます。アヤコ松本さん、おはようございます。レツコさん、おはようございます。ありがとうございます。イースさんかな、こんにちは。タカさん、元気ですか。はい、元気です。 Thank you for asking。 デイビッドさん、おはようございます。スペイン語でブエノスディアス、あー、なるほど、サルトとブエノスディアスか。おはようございます。グッモーニング、
ブエノスディアスはこんにちはですね。そうか、こんにちは。ヘローってことかな。今日何するんだって。あ、そう、今日は、木をね、たくさん植えようと思います。木。フリー、ね、木。木をたくさん植える。木を植える。木を植える。プラントはツリーですね。プラント。あ、フリー。木を植えたいと思います。ロレーナさん、こんばんは。こんばんは。お店の買い取りボックスだ。何か売ろうかな。売っちゃう。雑草、いらないもの売ろうか。この木材とかっているのこれ。いらない？売ろうかな。売ろう。ちょっと邪魔なんで。木の枝。ここはブエノスノーチャスです。夜です。ああ、I see, got it。鉄鉱石も売ろう。鉄鉱石高く売れるね。ズボン決定。売っちゃう。すごい高く売れた。これ売って、あ、この人か、まさか常吉。あ、出店に来てくれたお客さんやないですか。これはどうもどうも。お困りのことでも。美術品を探しておられるか。あ、こいつだ。こいつ詐欺師ですね。こいつスキャムですね。いやー、これはなんとも運命的ですわ。と言いますのも、実は本日たまたま偶然落ち着いた名画をお持ちしてるんですよ。ほんまに運がよろしいですわ。今ならたった、たっか。たった1、10、100、1000万、10万、49万8000ベル。で、お譲りできますけど、どないします？そないに言われましても、なんせ大変に貴重な品ですから、せっかくのご縁ですし、お客さんを突き放すやなんて、商売人としてのプライドが許しまへん。これ、関西ダイアレクトですね。His sentence is 関西ダイアレクト。この関西アクセントですね。大阪のアクセントです。こちらの落ち着いた名画が4980ベルでお譲りしましょう。いらないよ。明らかに詐欺ですね。家に服を置いてこよう。Want to say thank you. フライダさんかな。フライダさん、Want to say thank you for all your lesson in your channel. Thank you so much. I appreciate it. こちらこそありがとうございます。Thank you too. こちらこそありがとうございますね。あ、なにこれ。かわいい。T シャツもらった。海賊のラグ。ニットキャップ壁に飾る。こんなことできるんだ。パイロットサングラス壁に飾る。すごいすごい。ジャージズボン壁に飾る。飾ったよ。こんな感じでいいかな。バンブー置いとくか。収納しておけばいいのか。オッケー。バンブーを収納する。タカさん、Can you teach me how to say 100, 1000, 1, 10,000? わからない。ああ、なるほどね。I see, got it. オッケー。100 is 100。アルファベットの方がいいかな。100。Okay. And 1000. 10. 10,000. 万. Okay. For example.This is 200.
に is to. Okay, に means to in English. に plus 100. Okay, に plus 100. Like this. This is に10. Okay, にに and 1000. 2000. Okay, is it easy, right? So, how about this? This is ni man. Okay, man, this sound is like a man in English. So, ni man, ni man, ni man. Okay, so this is G3 is a basic.G3 is a basic count system. 100 is 100. 10 is 1000. And 10K is man. Okay. 200, 2000, 2万. If you'd like to say 300 is 300. 3000 is 3000. Okay. 大丈夫かな?まずこのブルーの3つ。Okay. First of all, you should remember G3 100, 1000 and 1. Okay. After that, you can put on the 2, 3, 4, 5. This is basic Japanese count. Okay. 大丈夫かな?この辺に飾る。掲示板に黄色い鳥がいるとか、新しいメッセージがあります。イベントとか誕生日とか、あ、なるほど、I see、掲示板を読むのか。とりあえずオレンジ食べよう。これって、オレンジって一気に食べれないんだね。一個ずつしか食べれないんだね。一個ずつ食べよう。日本の番号は英語の番号より効果的ですね。そうですね。そうですね。Easy to understand. I guess. でも、英語は多分、線がこうメインになってるというか、線がね、線って thousand がベースになってると思うんですけど、日本語ってベースがないんですよね。100、1000万。So, in English, 1000 and 10K and 100K. You can use K. All over the K. All of the K's. So, K とかさ、M とかで表せれるじゃないですか。でも日本語はそれぞれにありますね。100、1000万。100K is...ミリオンか。ミリオン is 10万。This is 100K。そう、next がミリオンか。ミリオンが10万ですね。その壁は綺麗です。日本語の番号は英語の番、そうそうそう。草。草 means LOL.In English, laughing out loud ってことかな。今日も隣っていうか別の島に行こう。マイル旅行券交換する。交換 means exchange。 交換交換 exchangeExchange。 ご旅行の際はこちらをお持ちの上、アース飛行場より出発くださいませ。はい、わかりました。他にも交換いたしますか。やめておく。掲示板を読もうか。せっかくだから。掲示板、
掲示板ってなんだろうな。掲示板って英語でなんて言うんだろう。ちょっと待って。掲示板。掲示板。バレッティンボード。バレッティンボード。だって、掲示板。バレッティンボードが、掲示板。掲示板。掲示板、like this。うわ、なんかすごい。釣り大会のお知らせ。今度の土曜日1月9日は釣り大会です。寒い中での開催となりますので、風邪をひかないように暖かくしてご参加くださいね。これいいね、全部ひらがなだし。It's easy to read. This is a really good way to improve our reading skill because everything is ひらがな。Written in ひらがな、like this.ね、いいね。カウントダウンのご案内。あれでもこれ1月9日じゃもう終わってるね。終わってるわ。掲示板もう古いね。よし、じゃあ行こう。おはよう。おはよう。おーす、元気か、クリクリ。お話しし、これもらって。なんだ、オイラに渡すものでもあるのか。オレンジあげるよ。はい。お、オレンジじゃんか。サンキュー。お前の気持ちありがたくいただくぞ。オッケー。よし、行こう。ロレーナさん。Thank you and I'm sorry I have to leave because I have to sleep, butBut I'll be here tomorrow. Good night. Well, thank you, Lorena. Lorena さん、ありがとうございます。See you next time. ありがとう。クリスかわいい。クリスかわいいね。Welcome. 本日はどんなご用件でしょうか。お出かけしたい。ラジャです。ちなみに現在、マイル旅行券をお持ちのようですので、そちらもお使いいただけますよ。では、どちらに行きますか。Where do you want?マイル旅行券を使う。ご旅行されるのですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心と道具の準備はよろしいでしょうか。 Yes。 はい、受けたまわりました。受けたまわりました is ラジャー。 OK。 あれ、これ何、これ OK。 受けたまわりました。This is a honorific, means larger. 受けたまわりました。larger. では、良いフライト、good luck. ひらがなだけはいいけど、時々漢字ともっと簡単にならない。漢字は、そうですね。漢字を書くのは、writing 漢字 is really hard. Even native Japanese like me, it's so hard to write 漢字. So,The reading 漢字 is the first. The reading is first. Writing is so hard. Writing は正直必要ないですね。To be honest, the writing isn't necessary in daily life. Writing 漢字 isn't necessary in daily life. この木をね、持って帰らなきゃいけないんだよね。なんかこれ揺らしなさいって言われたから揺らそうか。でも何にもさ、またオレンジしかないよ。ピーチとかがない。ヤシの木とこれもオレンジだし、あ、何これ、虫？What's this? これすごいね、この島。どうなってんのこれ。私もそう思います。そうだね、漢字って難しいね。どうやって勉強したらいいのかな。やっぱり読むのがいいのかな。慣れるしかないですね。 Get used to is
getting used to is the only solution to learn 漢字、I guess たくさん読む果物の木とかヤシの木をいっぱい持って帰ろう この石とかって持って帰れないのかな木をたくさん植えなさいって言われたんですよね Plant a tree ヤシの木何これかわいいヤドカリティナーさんこんばんはタカ先生 I wish I could type in ひらがな but it doesn't let me on my it doesn't let me on my パソコンラップトップコンピューターってことかな Thank you for your time and lesson but it doesn't let me know you should downloadJapanese keyboard I guess so ね Japanese keyboard をダウンロードしなきゃいけないですね You should download You should setting your computer Do you have a Mac or Windows? 簡単にねセッティングできるよそのセッティングして日本語を使うといいかもしれないですね。うん。So, typing Japanese alphabet in your home and on your phone and on your laptop. This is a good way to memorize the hiragana and katakana. タイピングするっていうのはとってもいいですよね。うん、多分セッティングできると思うので一回トライしてみてください。Okay. Okay. This is I type the keyboard A alphabet A and I change the Japanese alphabet. I type it A. Okay. B.B plus I, B. B plus A, ba. Like this. So, if you set your keyboard, if you set your keyboard into Japanese, you can use like this. I did try to change it on my Mac, but it's still typed in English. I'm not sure. Oh, why? I'm not sure why, but I do know hiragana. Still working on my katakana. Still working on my katakana. Thank you again. Ah, そうなんだ。なんでだろうな。Mac、今僕 Mac 使ってるんだけど、Mac の、もしあれなら If you'd like to type Japanese Google 日本語入力っていうアプリがありますね Google 日本語入力 Google 日本語入力 This is a なんだろう This is an app you can use in the you can use on your Mac Mac で使えるアプリですね Google 日本語入力、This is an app you can type on you can type the Japanese on your Mac Google 日本語入力僕はこのアプリでタイプしてますね Google 日本語入力っていうその Mac の基本的なベーシックアップでも使えるんだけど Google 日本語入力は Google がそのサジェストしてくれるんですよね予測変換って言ってそう予測って何そのキーワードとかを入れると Google が
サジェストしてくれる。そのベストワードとか、フレーズを。結構ね、使ってる人多いですね、日本人は。Google 日本語入力を。うん。Tenor。On Mac, you have to add the alphabet to the keyboard setting and then you have a shortcut to go from letters to hiragana and reverse. そうそうそう。Mac は Command plus space. If you'd like to change your keyboard, you should tap on the Command. 違うのかな。僕は In my case, in my Mac,コマンドプラススペース、コマンドプラススペースキー、This is the shortcut。変えたっけな、コマンドとスペースを押すと、変えれるんだよね。イングリッシュキーボードとジャパニーズキーボード。今はこのキーをね、持って帰ろうとしています。I'd like to bring the...Plants. Tree and 花 flower. 赤い花 red flower. 白い花 white flower. White flower. Thank you, Letsuko. Letsuko さん、私もコマンドプラススペース。多分ね、みんなそうかな。コマンドプラススペースが一番いいよね。そう、それで切り替える。I use aMy Mac isn't a Japanese keyboard. I use a US keyboard. So I guess same as you. 僕もその US キーボードなので、多分皆さんと一緒だと思うね。こんなに荒らしまくっていいんだろうか。荒らす。あれ？ポケットがいっぱいだ。何かと入れ替える。入れ替える。オレンジと入れ替えようかな。荒らすって、荒らすってなんて言ったらいいのかな。荒らす。This is a new word. 荒らす。荒らす。Hang on. How can I say in English? 荒らす。これでいいのかな。違うな。Lay waste? 違うよね。Lay waste? 荒らす。荒らす。荒らすってね、こう破壊するみたいな感じかな。Destroy かな。Destroy 荒らす。うん、こうなんかこう穴を掘ってこうぐちゃぐちゃにしてる、この感じが荒らす。荒らす。よし、一回戻って上を。こちらはヨーロピアンキーボード、ヨーロピアンかな、ヨーロピアンキーボード。デイビッドさん、おはようございます。タカさん、It's difficult to know which kanji use for Japanese names, so it's okay. Use kana? Yes, 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 exactly. Of course, of course. For example, if I'm writing in Japanese and I write Taka-san, Sakura-san. Yes, yes, yes. So, even natives like me, it's so hard to understand other people's kanji name, especially the difficult name people. So, we sometimes use hiragana and katakana. And in the business situation, we sometimes write hiragana and katakana name, like Suzuki-san, Suzuki is a Japanese common name. Suzuki-sama. In the business situation, okay, Suzuki-sama, Sato-sama, Sato-sama, like this. We use katakana. If you'd like to say Sakura-san, and if you don't know about her exact kanji, Sakura-san.So there are a lot of kanji means sakura
さくら and さくらさくら like this. Everything means さくら Everything sounds さくら So it depends on the people. とっても難しいよね、さくらさん。あの名前を書くっていうのは。おい、詐欺師。この子詐欺師だから、この狐。気をつけて、皆さん。やば、木めちゃくちゃある。植えないと。植える。こんなに木っているのか、本当に。すごい邪魔なんだけど、木。木、広葉樹。はい。本当に皆さんの島はこんなに木がいっぱいありますか? Do you have a tree? I guess this is too much tree. It's not beautiful. でも木を植えろって言われたんで、しずえさんに。しずえさん is a developer of this island. She said to me, you should plant a tree, too much tree. タカさんのイラストは可愛いです。ありがとうございます。これね、書いてもらったんですよ。One of my followers gives me this illust, this character. と書いていただきました。なんかね、こうイラストくれたりとか、そうする人がいて、とても嬉しいです。I'm happy to get もらいましたね。レニーさん、おはよう。おはようございます。高先生、久しぶり。ありがとうございます。久しぶりっていうのは、long time no see かな。久しぶり。と、植えられる場所がない。この魚とか片付けようかな。島の、今は島のレーティングを上げるために木を植えています。I'm planting a tree to improve island rating. 頑張ろう。掃除。クリーンアップ。Clean up. Okay. And plant. これ入れない。入れないじゃん、これ。こんな植えたら。ね。Plant. ここには植えられる場所がないよ。ここは?ここはダメなんだ。植える。これでどうですか、しずえさん。How about the rating? おはようございます。この子がね、しずえさん。She is しずえ。あら、タカさん、おはようございます。本日はどのようなご相談でしょうか? Can you help me? 島の評判について。評判をお知りになりたいのですね。現在のアース島の評判二つ星で、これ二つ星から上がらないんですよ。話題になりつつある状況です。雪だるま的にはせっかく綺麗に作ってもらえたのならたくさんの注目を浴びたいものだす。もう一注目足りないといった印象面。あ、レツコさん、ソーリー、タカさん、 I have to go. No worries. Thank you so much. I have to sleep to work tomorrow. See you next time. Bye. ありがとうございます。またね。サムさん、おはよう。前回の集計と比較しますと島の自然環境が良くなっているとの声が多く見られました。また改善すべき点もありますので、島の自然環境の向上、自然環境 Natural Environment
の向上 improve に引き続きご協力をお願いします。緑豊かな自然を作り出すためにも果物や苗を植えて木を増やしましょう。はい、頑張ります。 Okay, I'll keep going. 頑張ろう。まだまだ足りないのかな、島の自然が足りないという。どれだけ木を植えればいいんだ一体。花か、花をもうちょっと植えるか。花、花、花、はい、花、はい、花、花、すごいすごい、ここすごいいっぱいいい感じになった。あ、すげえいい感じだこれ。この辺りに植えられる場所はないよ。Good morning, タカさん from the Philippines. Ah, from the Philippines. Thank you so much. I was watching your business Bob's video just now and I didn't know you were live. I didn't know you were live streaming. Thank you so much. そうそう。今日はビジネスバーブのレッスンビデオをアップロードしました。ビジネスバーブ、例えば請求するとかね、請求書とか、In the business situation, we sometimes use the business verb. So if you'd like to work in Japan, you should practice the business vocabulary. バルセロナからおはようございます。本当に楽しそう。ふふ、ありがとうございます。ブエノスノーチェス違うな。ブエノスディアス、いや、ブエノスタルデスか。ブエノスタルデス。So it's better use カタカナ if you don't know the exact 漢字。Yes, yes, yes. カタカナはひらがな。Which one is better? カタカナ is better. カタカナ is better.その分からないときはカタカナがいいかな。 In the business situation, we use カタカナ。 I'm not sure why we don't ひらがな but I guess ひらがな is little bit childish. So, カタカナ is better. あ、なんか風船だ。あ、これスリングショットで落とすんだったっけ。スリングショット、スリングショット。どうやってやるの、こうか。これ、この風船はスリングショットで落とせます。こうやって、えい、あれ、えい、えい、え、え、下手くそだな。えい、よし、プレゼントWhat is? プレゼント開ける。うわ、すげえ。1万ベル。1万ベル入ってた。空から1万ベル降ってきた。そんなことってある？それすごくないですか？それって。ちょっと、キツネさん。この人詐欺師だからね。皆さん気をつけて。ナイスショット、センキュー。なんか大きな魚釣りたいな。一回ね、サメ釣ったことあるんですよ。サメ。サメってシャークね。サメ、シャーク。サメ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  is shark。ナルトにさ、キサメっていうサメのキャラクター出てきたよね。ナルトに。In Naruto, the one character.His name is Kisame. He's a... He looks like shark. サメに似てるキサメっていうキャラクターがナルトに出てきたよね。鈴木さんを釣り上げました。鈴木ばっかりなんだよな。なんかもっとレアな魚が欲しいな。
レアな魚。もっと植えた方がいいのかな。ここにもスノーボール、もう一回行こうかな。もう一回行った方がいいと思いますか。どなたかアニマルクロッシングの上手な方うわ、何これ。 What this? Who are you? Who are you? あ、逃げられた。何や今の。えいえい、Does 目ざらしい mean rate? あ、rare。 あ、めずらしいかな。 OK、 めずら、 rare。 rare means めずらしい、めずらしいだね。めずらしい、めずらしい、 rare ね、If you'd like to say rare in Japanese、 珍しい。ズ sound、 ズズズ、 This sound is ズ、 ズ。 これ、あ、この子結構大きくない？I use the Willon kanji. Ah, no worries, no worries. 来い。この子結構来そうだけど、また鈴木か。鈴木ばっかりですね。シャークが釣りたいんだけど。あ、ちっちゃい。来た。あ、かわいい。クリオネ。ちょっと天使な気分。天使 means angel。 この辺に飾る。天使っていうのはエンジェルですね。天使、天使、エンジェル。もう一回他の島に行って花を持ってこようかな。花と木を。そう、今はそのミュージシャンを招待しようとして、島のレーティングをね、上げようと思っています。 I have to invite the musician。 ミュージシャンを招待する、 invite しなきゃいけないので、島をこう緑でね、いっぱいにしなきゃいけない。緑っていうのは、this kind of the plant。 なんかごちゃごちゃしてるな汚いよね、僕の島。ここでもう一回チケットをもらおう。たぬきマイル交換。マイルがない。マイル旅行券。マイル旅行券は2000マイルになります。交換します。マイル旅行券をプリントしています。マイル旅行券の発券が完了しました。ご旅行の際はこちらをお持ちの上、アース飛行場よりご出発くださいませ。やめておく。ご利用ありがとうございました。飛行場。This is airport. 飛行場 means airport. Okay. This is a new word. 飛行場ね。これは自転車と言います。This is bicycle. 自転車。岩 means rock. 岩。これ何？これ大砲。これ大砲。キャノン。大砲。お、撃てる。えい。すごい。撃てるんだけど、これ。よし、行くぞ。
Let's go! ドードーエアラインでもう一回別の島に行きたいと思います。本日はどのようなご用件でしょうか。お出かけしたい。 I'd like to go。 はい、マイル旅行券を使う。皆さんこのゲームやったことありますか。 Do you have this game? Animal Crossing? 早速出発していただこうと思います。出発。セーブしています。行くよ。皆さん持ってる？このゲームやったことありますか？飛行機に乗れば別の果物がいる島。ああ、そう、さっきも来たんだけどオレンジしかないんですよ。オレンジ、またオレンジだ。何回かやらなきゃいけないってことかな。グッドラック。ほら、またオレンジだもん。オレンジはもうあるんだよ。オレンジとヤシの木。ヤシの実を食べよう。とにかく食べて、まず食べて、食べる。I have the game as well. Oh, oh good. So, could you teach me what should I do? 何するか教えてください。あの、昨日教えてもらって、So, one of my followers teach me、what should I do? So, she said to me,、you should plant a lot of tree and you should, you means me. So, I have to improve our, my island. Island rate. その島のね、評価、レーティングを上げなきゃいけないって言われましたね。だから今一生懸命、そう、木を取ってこようと思ってます。この島から。タカさん、can I say sentence like 食べてみてた。 I want to say I was trying to eat.、I want to say I was trying to, I was trying to 食べようとしたか。OK。食べようとした。食べようとした。食べようとする。OK。The basic sentence 食べようとする。It means I try to eat. I try to eat. 食べようとする。ようとする。Okay. This part is the nuance. Try to.I try to eat 食べようとする。I try to read 読もうとする。I try to write 書こうとする。I try to talk 話そうとする。食べようとする。This sentence has a nuance of try to. Okay. And you said I was trying to eat.So in this case, this is a past tense, right? So 食べようとした。した。する is a present tense. した is a past tense. Okay. This is a past. I was. Okay. 食べようとした。Of course, it depends on the situation, but 食べようとした。食べようとしていた。うん。複雑な DIY レシピを使ってください。そして島を飾って。なるほど。なるほど。ああ、I see. I got it. Thank you so much.
あ、DIY をしなきゃいけないっていうことか。あー、 I see。 木を植えるだけじゃダメなのか、まさか。 I should make some furniture。 タカさんやった。あ、できた？ Can you do it? できましたか？大丈夫で、大丈夫だった ?OK。Yes, try and make complex DIY recipe and decorate the island with them.Ah, I see. I got it. I should try to do. I should try to do that. やる。やらなければいけない。I should try to do that. あれ、これでいいのか？今、花の赤い百合。これでも植えれるのか？いいか。根こそぎ取ってかなくてもいいのか？あ、植えれないわ。やっぱり。掘らなきゃいけない。I have to。 こうやって取らなきゃいけないのか。 OK。 よいしょ、よいしょ。 OK OK。 掘る、掘る、掘る。うん、これはね、掘る、掘るっていうのはバーブですね。掘る means verb。 掘る、掘る、 dig、 dig、 掘る、 to dig、 掘る。 Oh god、 okay、 掘る means dig、 dig、 穴を掘るとか言うね。穴を掘る。穴 means hole。 穴を掘る。これで花をいっぱい持って帰ろうと思ってます。花、雪で綺麗ですね、とってもこの島も。半袖だけどね。半袖、half sleeve。 This t-shirt is I guess he's crazy. It's a winter, it's a winter and snowing, but he wearing the half sleeve。 short sleeve の方がいいかな、 short sleeve かな。よし、ちょっと DIY しよう。 DIY で何か作ろっかな。何か作る。新しいものがいいよね。あ、雪の結晶のリースだって。これを作る、作っちゃう。できた、雪の結晶のリースができた。もっと作る、作れるもの。あ、作れるって。これ葉っぱの傘作っちゃう。葉っぱの傘ができた。こういうものをいっぱい作ればいいってこと。あ、作れるもの少ない。ほとんど作れません。氷の椅子、雪の結晶が3つと雪の大結晶が1つ。Try and add more villager。 8人ぐらい。あ、どうやって増やすの。 How can I invite other villager to my island? 帰りたい。 OK。 How can I invite them? どうやって招待する、招待する、招待する。 OK、 招待、招待する。 This is
Invite. Thank you, Taka 先生. I thought te plus miru was try to. そう。Try to, if you'd like to say try to, te plus miru. Te plus miru. そうだね。te plus miru. So, for example, try to watch. 見る plus 見る手見る見る plus 手見る OK so equal 見て見る手見る This is try to 手見る OK like this and watchis watch is 見る in Japanese so 見て見る like this okay 見て見る見て見る OK かなそうこんな風にね使うことができますねでまず花をいっぱい植えましょう。植える。Try and visit another island. あ、他のアイランドにビジットする。そうなんだやっぱり他のアイランド行ってもキャラクターがいないんですよね葉っぱの傘赤い百合の株どんどん花を植えようこの入ってきてすぐすごいいっぱい花があるみたいなそういう感じにしようか植える means plant植える。タカさんの島に何人住んでいますか？島の人数ってなんかどこかで見れたよね。マップか。ジュペッティ、シュバルツ、クリス、ミラコ、コマチ、グラさん、タコヤ、プララ、パティ、アクリル。めっちゃ住んでる。1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10人住んでます。お店、仕立て屋。結構住んでるね。いっぱい住んでるわ。あ、これ取ろう。雪の大結晶。えい届かないあ十分です You just need more decoration ああ I see decoration DIY しよう何これ取れないんだけど OK 雪の結晶 More decoration難しいなあれ取るのデコレーションデコレーションあんまり得意じゃないんだよな DIY をしようかなんかここ森林みたいになってきたけど本当にこれでいいのか。えい。木は植えたし、ここで売る。もう見えない。木が邪魔で。邪魔。
邪魔、邪魔、邪魔。この漢字難しいね。邪魔をする。邪魔、disturb、disturb。邪魔 means disturb。disturb。Okay。そう。ジョジョさん、does 見ようとする means you might not be able to see。見ようとする。あ、見ようとするでもいいね。見ようとする means you might be not able to see。見てみる。mean you will be able to see。見てみる mean you will be able to see。見てみるは、try to の方がいいかな。If you'd like to say you will be able to see, 見れる、見れる、見れる。able to is 見れる。見ることができる。大丈夫かな。見れるの方がいいかな。で、DIY を今からやろうかな。あ、sorry, I don't mean that. あ、I'm sorry. I misunderstood. 僕が勘違いを。これ、これで、これでいいの？これ。これ飾ってる？飾ってる？雪の結晶のレース、ドアに飾る。あ、ドアに飾れるんだ。あ、なるほど、ドアに飾ろう。ここのドアに飾ろうか。自分の家の、あ、自分の家のドアじゃないとできないのね。I see。タカ先生、週末は何をしますか？週末は、I will do my live streaming. It's not aThis kind of the game playing. I'd like to do a normal, usual live streaming. I will teach you some of the Japanese language. So, language の、ライブストリーミングをしようと思います。漢字の練習とか、practicing 漢字 and、Q&A session and so on. What's the difference between 見ようとする and 見てみる？見ようとする is just try to. I just try to see. I just try to watch. 見ようとしている。今まさにJust now, I try to see. 見ようとする。見てみる is, okay, I will try to watch it. If, Jojo さん、もし Jojo さんが、if you recommend me some of the movies and some of the TV show, I said to you, okay, I'll try to see it. 見てみるよ。それ見てみます。見てみようと思います。Like this. 見ようとする is, I, this is a behavior. I am justwatching. I am just trying to watch the video. わかるかな？なんとなくニュアンスわかります？見ようとするっていうのは今まさに just now. 見てみる is I will. This is a future. 作業台を借りて DIY。はい、DIY する。エンデバーさん、おはようございます。I am late. Am I late? No, 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 no. いや、It's not late. どれがいいかな？ New, new. うわ、めんどくさい。丸いキノコ。材料が足りない。全然材料が足りない。あ、木材6個。木材。木材がいっぱいいるね。園芸ワゴン。リメイクでできる。え、これめんどくさい。めんどくさいね、これ。
めんどくさいってなんだろう、 lazy to do かな。焚き火、木材、いっぱい材料がいるな。材料、材料、マテリアルズ、材料、マテリアルズ、材料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 、マテリアル。ルイスさん、こんにちは。I am new here. Oh, thank you so much. Please enjoy learning Japanese. How about 見ようとした。見ようとした and 見てみた。見て、見ようとした and 見てみた。These two words is a past tense. 見ようとした is I'll try to do that. 見てみた。見てみたよっていうのは I tried to see that. 見ようとしたは、見ようとしたは見てないんですよね。Actually, 見ようとした isn't 見ようとした this word. How can I say in English? 見ようとした is just try to. But actually, I didn't watch it. 見てみた is actually I watched it.見ようとした is just try. But I don't watch it. I didn't watch it. その違いがありますね。ルイスさん、I will not watch. I will not watch. 見ない。I will 見ないでしょう。見ない。Not if you'd like to make a...if you'd like to make a negative sentence, 見ない、ない、ない、見ない。木材がいるんだね、木材。木材がいるってことは、木を斧で、斧。斧 means axe。そう、見ません、見ません。Yes, yes, 見ません。見ません is I don't watch. I don't watch. I will not watch. いや、見ません is better. I'm sorry. 見ません is better. If you'd like to say I will not watch, 見ません。ジョジョさん、ありがとうございます。No worries. わかりましたか? Do you know what I mean? So, I'm sorry. It's so hard to explain the, in English. So, 見ようとした is just right.Just try to do that. But actually, I don't watch it. スターナーミ。何これ?かわいい。アクス。しょぼい斧。斧で使うとさ、木が切れちゃうんじゃなかったっけ?斧は、木が切れちゃうから、なんか木の斧とかじゃないと、ダメだったような気がするな。これ何?バイオリン。洗濯機だ。洗濯機、洗濯機。いいね、これ。洗濯機。洗濯機、ランドリー?洗濯機。ウォッシングマシーン。ウォッシングマシーン。洗濯機。Okay. This is a new word.洗濯機。This is 漢字。洗濯機。Is washing machine. 洗濯機。あ、はい、わかりましたと思います。あ、Thank you so much. 洗濯機。洗濯機4500ベル。安い。これ買うでしょう。ありがとうございます。売り切れ。売り切れ means sold out. Sold out.洗濯機買いました。I bought a washing machine. 洗濯機買ったから飾る。島に。ここに飾ろう。ここトイレ。トイレが2つあるから、ここに洗濯機飾ろう。トイレのとこに。
洗濯機。えい。お、いいね。ここバスルームにしよう。洗濯、not 洗濯。Yes, yes. 洗濯する means to do laundry? あ、no, no, no. あ、サムさんありがとう。洗濯 ?OK。洗濯 ?This is 洗濯 and 洗濯 is also 洗濯。OK。First one, this one means choose, choose. 選択する。Which one is best? Okay. Which toilet is the best? This or this? Which toilet is best for me? 選択する。I should choose. Which one is the best? 選択する。This is first one. 選択。Okay. And 選択 is laundry.I should laundry using this washing machine. これが洗濯。こっちの second one。うん。そうそうそう。ウィロング漢字。黄色 is yellow. 右のトイレ。右のトイレ。こっちのトイレがいい。Oh, now I understand the question. Ah, okay. Now I understand the question. Okay, if you have any questions, please feel free. Don't be hesitant. Please feel free, ask me a question. Bang. これ逮捕。すごい、なんかいっぱい増えてきたね。島がだんだん賑やかに。And I'd like to know, the yellow one, you can use phone with the yellow one. あ、トイレあ、なるほどね、なるほどね。I understand it. こっちがね、あの、フォンを使えるってことね。I understand it. Thank you, Luis. I'd like to know too, is 洗濯する to do laundry?Yes, this one, blue one, okay, this blue one, this is to do a laundry, and this red one is to choice and choose, 選択する。どっちはですか?どっちはですか?テイナーさん、どっちは?どっちは?あ、どっちってこと?どちら。どっち means、which one? どっち can only be used to choose between two right? Yes. For example, which one do you like? Which flower do you like? Yellow one or white one?黄色と白の花、どっちがいいですか?黄色と白、どっちがいいですか? OK、テイナーさんは黄色の花と白の花、どっちを選択しますか? OK、どっちを選択しますか?黄色の花と白い花。どっちを選択しますか? This is 選択。OK? サムさん、選ぶ also mean to choose right. Yes. 選ぶ also mean to choose right. Exactly.、they use the same 漢字 as 選択。Yes. 選ぶ means 選択。選択 means 選ぶ。うん。ブーメラン回答だった。ごめん。No worries about it.ルイスさん黄色ルイスさん usually always 黄色、I'm sorry usually、always choose the 黄色ルイスさんはいつも黄色を選びますねそうどっちっていうのはこう選ぶときに使います You can use to explain the meaning of
Which one? Is どっち？そうですか。ありがとう。No worries. I appreciate too. Thank you for your good question. 黄色は大好きです。ああ、I see.なんだったっけ、あ、そうだそうだ。斧を買いたいんだ。I have to buy an axe. 斧。斧を買いたいんですよ。黄色は大好き。Yes, yes, yes, I understand it. 大好き。大好き means big love.そうか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 。I'm sorry, I'm sorry. 忘れ、間違えた間違えた。あの木の斧を作らないといけないのかな。I have to made a axe wooden. I have to made a axe made by tree. It's not iron. Iron axe. どうやってやるんだっけ。DIY レシピ。で、アックスのしょぼい斧、あ、これならいいのか、しょぼい斧ならいいのか、しょぼい斧を買えばいいのか。黄色と緑は大好きです。ブラジル。I see. This is Brazil black color. Made is past.Ah, thank you, thank you. I have to make. Thank you so much. しょぼい means しょぼい。しょぼい。This is slangs. しょぼい means cheap. Cheap. This is slang. スラングは S ってつけとこうかな。This is slang word. しょぼい。じゃあ、黄色にしようか。ショボイ、It's strong. 買っちゃう。ありません。Thank you. ありがとうございました。そうか、そのパステンスとプレゼンテンスが難しいんですよね。ショボイオの、お気に登録。でこれを持って切る。これで切れば火が壊れないんだよね確か。 OK、 これで木材を集めよう。 I have to get wood materialsこれ英語でなんて言うの？これ木材って言いますね、日本語で。これ、木材。木材。木材も書いとこう。木材。木材。木材。ウッド。あ、ウッド。ウッドでいいんだよ。ウッド。ウッド。木材。means wood.ランバー、ランバー、あ、ランバーって言うんだ。Google で調べたら今ウッドだったよ。ランバー。これをいっぱい集めて DIY で使う。それはどういう意味ですか？あ、それ？I'd like to know、それこれこれ what is this? 硬い木材。木材 is なんだろう。木材 is wood and lumber 柔らかい is soft 硬い is hard。 しょぼい is in カタカナ because is slang word。 しょぼい is in カタカナ。あー、
It depends on the situation. We sometimes use hiragana and katakana and mixed up. Yes. Especially the slang word, we sometimes mix the katakana and the hiragana. It's like LOL. あ、ランバーね。あ、ランバーって LOL っていう意味？Sometimes written just a double in is the Japanese LOL. Sorry, I meant in the chat. Forgive me for the confusion. Still, appreciate the explanation. Oh, thank you so much. So, ランバーってなんだろうな。ランバーが気になる。What is ランバー？ランバー、あ、ランバーって木材って意味なんだ。ランバー、ランバー、ああ、I see、ランバー、Thank you so much。ランバーに変えよう。ランバー。そうそう。で、これで木材をいっぱい集めて。ランバーをいっぱい集めて DIY をすると。ランバー is a wood as a raw material to make things. Thank you. デビッドさん、はい。タカさん、can I use こと after なきゃいけない？例えば、ちょっと待って、何か知らなきゃいけないことあるの？It depends on the situation. If you'd like to say hang on, I have do I have a same things? What should I know? ちょっと待って。何か知らなきゃいけないことある？なんか聞かなきゃいけないことってある？What I have to hear from you. I have to listen. I'm sorry. I have to listen from you. 何か聞かなきゃいけないことってあるっけ？ちょっと待って。何か聞かなきゃいけないこと。で、こと？ This word. Okay. こと？こと？ Has a nuance of things.何か聞かなきゃいけない。何か聞かなきゃいけない。Something I listen. 何か聞かなきゃいけない。Something 何か聞かなきゃいけないこと。If you put on the こと、it's the things. なんて言ったらいいの？ It's like a nuance about the things. Wait, is there something that I have to know? So. Wait, is there something that I have to know? その、if you'd like to emphasize the something, 聞かなきゃいけないこと。Okay, if you'd like to emphasize that I have to know 知らなきゃいけない、何か知らなきゃいけない、something、 もしね、この something を emphasize したいときにはブラブラブラ、 you should say like this ブラブラブラ。あれ、これどうやってやって打つの、これドットドットドット、こと、何か聞かなきゃいけない、何か知らなきゃいけないこと、こと something ブラブラブラのこと。 It depends。 レッドさん、こんばんは。タカさん、こんばんは。 Is there any animal where
the character talk really politely? Thanks. Is there an animal where the character talk really politely? ああ、一人いますね。あのね、確かね、女の子が、羊の女の子がとってもpolitelyだった気がする。ここの女の子。She's really polite character. あ、違う。怖い。この子じゃない。It's not you. あれ、どこだったっけ？こっちかな？あ、外出していますって。外出っていうのは家にいないっていうことだね。外出？出かけています。And 外出？どこ行ったんだろう、あの子。どこかにいないかな？ Where is it? Where is アクリル？Where is アクリル？いませんね。いないな。いないわ。また見つけたら話しかけるね。I'd like to talk with her if I see her. Okay, I'm sorry. I can't figure out where she is.I don't know where she is. 君はどんな感じだったっけ？チャオ、元気、ダミ、she's casual. She's not polite. これあげる。なになに？お金。何もあげるもんないよ。お金あげてもいいけど。なんか変な感じだよね。木材あげようか、せっかくとだけど。はい、どうぞ。硬い木材だ。 Thank you。 役に立ちそうなアイテムくれるなんて優しいね。あげてしまった、せっかく取ったのに。見えない。ちょっと DIY してみようか。 I should try to DIY。 あの木の切り株を覗いてください。あ、わかった。DIY 作れる。あ、作れる。この辺は作れない。作れる。あ、なんかこれ作れるって。輪投げ作る。できた。輪投げができた。もっと作る。このチェックは作ったってやつだね。ハリボテの草。ロッキングチェア。素朴な木製看板。ロッキングチェア作る。頭蓋骨の隣の切り株。あ、OK。Hang on, please。素朴な木製の看板、終わりにする。なんか切り株は良くないの？Should I get rid of the 切り株？どこにあったっけ？なんかあったね、確かに。あ、これか。これ？手に持つ。これを掘らなきゃいけない。取れたよ。えい。これでいい？ How about this？ 切り株。切り株。スタンプ。
Hirikabu means stamp in English. Hirikabu. Hirikabu. Stamp. You can keep the scar, but not the tree stamp. That can help your rating. Ah, I see. スタンプが良くないんだ。Ah, I see, I see. Tree stamp. Thank you. あ、でも、スカールズは置いておいた方がいいってことか。へぇ。スカールズどこに置こう？どこに置こう？この辺でいい？ Where? スカールズ？素朴な木製看板。Stamps and wheels. Ah, I see. Thank you. Thank you so much. 切り株はダメなんだ。高飛び棒。えい。こっちの方にも飾ろうか。なんか狭いからあっち。ロッキングチェア。置けない。これを整理して。Organize. Clean up here. これを整理して、ここに置こうか。ロッキングチェア。輪投げってこれ何？ロッキングチェア。いいのかこれ。もっとなんかこっちのこの辺にしようかな。ロッキングチェア。はい。こんな感じでどう？あ、いいね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 。で、輪投げここに。あ、いいねいいねいいね。いいじゃないですか。どうですか？こんな感じで。よし。Can you use ください a lot? Can you use ください a lot when giving suggestion or is it too rude? No. ください isn't rude. For example, 教えてください。動物の森のプレイ、動物の森のレーティングの上げ方を教えてください。Can you tell me? Could you tell me? 教えてください。Could you tell me? 今日お前に渡したいものがあるんだ。こいつを受け取ってくれ。あ、なんかもらったよ。ランタン。気持ちってやつだ。お礼はいらない。お礼っていうのはこうありがとうっていうアプリシエイトですね。お礼。ランタン。おグッド。よし、これでどう？静江さん、レーティングはどうですか？私の島の。How about my island?is ませんか more polite than ください。あ、ませんかとくださいは、it's too was different from the meaning。ちょっとね、意味が違いますね。this too have a different meaning。ください is could you and can you and ませんか is、ませんかってこう。インバイトするような一緒に勉強しませんか、shall we study together? Shall we learn together? 一緒に勉強しませんか Shall we study? ください一緒に勉強してください Could you study with me? Can you study with me? 勉強してくださいませんか is shall we invite like invite?島の評判について二つ星ダメだまだまだ足りない
It's not enough. もう少し賑やか。集まった評判を見る限り、島の自然環境。まだお花、お花。島全体が島全体が物で散らかっているとの報告を受けています。不要なものはお店で処分したり、お家の収納にしない。物が多すぎるっていうことか。難しいな。 I have to organize。 なるほど、そうそうそう。 How do you respond to 勉強しませんか。あ、 If I said to you 勉強しませんか、 Shall we study together? So you should say If you'd like to answer yes, you should say いいね。あ、しましょう。ぜひぜひ一緒にしましょう。ぜひぜひぜひ一緒に勉強しましょう。ぜひ一緒に、ぜひ、if you use ぜひ、you can emphasize the sentence。一緒に勉強しましょう is、yeah, let's study together. Yes, let's study together. 勉強しましょう。一緒に勉強しましょう。ぜひ一緒に勉強しましょう。ぜひ、you can you can emphasize the sentence、ぜひっていうと、こうかなりね、前向きな I'd like to、 I want っていう、こうニュアンスが加えられますね。 You can add the nuance。 I want、 I want to study with you like this。 よし、ということで、今日はもう1時間半経ったので、このあたりで終了したいと思います。I have to go. So, 明日はやれないかもな。また週末かな。次は、島をオーガナイズしたいと思います。島を片付ける。I have to organize my island. Okay, thank you for watching and thank you for joining my live streaming lesson. 皆さんありがとうございました。またこちらのワードリストはスラックにアップロードしますので、メンバーの方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで、Thank you for watching live streaming。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。See you next time。またね。